こんにちは、小助です。先日東京モーターショーで次期フィット4ですね、それをね見ることができたようです。僕はね残念ながら東京モーターショーには行けませんでしたが、見ての通りねホンダのサイトでもざっくりと機能や外観見ることができたので、今日はねそのあたりチェックしてみたいと思います。まずは外観ですよね。外観はね僕かっこいいと思います。現行よりワイルドなのにスタイリッシュになっていて、かなり好みですね。フリード、最近モデルチェンジマイナーチェンジしたフリードにちょっと似てますよね、顔が。最近のねホンダの顔がこんな感じになっているんじゃないでしょうか。横から見た形も結構ねいいんじゃないかなと思います。でインテリアですが、インテリアも YouTube を見たり、いろいろね動画上がっていますから、それを見る限りグレードによるんでしょうが、かっこいいですよね。ナビ周りもかっこよかったですし、エアコンの操作スイッチもタッチパネルではなくてダイヤル式になっていて、操作性も良さそうでした。メーターもねここにちらっと見えますが、ディスプレイになっていて大きくて見やすかったですし、素直にねかっこいいなと思いました。で機能とか特徴なんですけど、一つ目が A ピラーですよね。 A ピラーが2本になっていて、視界がかなり広くなっているということです。前の方のピラーは、これはねフロントガラスを支えるためについているもので、構造物ではないみたいですね。で後ろの方の太い方の A ピラーが、こっちがね実際に衝撃なんかを受けた時にしっかり衝撃を吸収するためのものなので、前の A ピラーが細いからといって衝突安全性が低いわけではないです。で当然ですけど、ここのピラーがすごく細いので視界がとにかく広いというのが特徴だと思います。最近乗った車だとスバルのフォレスターなんかがかなりね視界広かったんですが、多分ねそれ以上でしょうね。これは乗ったら気持ちよさそうですよね。ここにも書いてある通り、心地よい視界であることということで、乗った瞬間にわかる圧倒的な見晴らしの良さと書いてあります。これはちょっと乗ってみたいな。そして2つ目の特徴は、座り心地が良いシートということです。長時間のドライブでも疲れない心地よさ、そしてリアシートが大人がストレスなく座れる広さと厚み、きっとねホンダですから後席膝前空間も広いでしょう。かなり快適そうです。今回もセンタータンクレイアウトが採用されているということですから、後席のね空間はかなり広くなっていると思います。運転席とか前の席のシートに関しては、書いてある通りボディスタビライジングシートというのが採用されていて、これは上級車での採用も視野に開発されたシートみたいです。座り心地の良さと長時間座っても疲れないシートになっているということで、ロングドライブを良くする僕は早くね座ってみたいですね。そして3つ目が乗り心地が良いことということで、かなりね乗り心地の良さにもこだわっているようですね。スポーティーな車というよりは、今ね流行りというか最近多いゆったりとした乗り心地のいい高級感のある感じの車に仕上がっているのかもしれません。2モーターのハイブリッドで IMMD の小型車版ということなんでしょうね。 EHEV を搭載しているようで、エンジンは直結もできるようですが、基本ね街中とかだと日産の e パワーと同じでほぼ発電用、そして通常モーター走行だと思うので、ノートとね似たような滑らかな加速してくれそうです。今ねコンパクトカーでは一番売れているノートですが、フィットハイブリッドが出るとかなりねノート危うしという感じかもしれませんね。燃費とかねスペック関連はノートよりいいみたいなので、まだ発表になってませんけどね、ノートよりいいという噂なので、そこはね早く見てみたいなという気がします。4つ目の特徴が使い心地がいいことということで、手や足が触れるところはソフトパッドを採用していたり、物が置けるテーブルコンソールになっていたりと、使い心地も重視して作られているようです。このあたりもねホンダですから、しっかり使い勝手のいいような形にしているんじゃないかなと思います。そして当然ホンダセンシングはついてます。そういえばね、このホンダセンシング、先日ちょっと見かけた面白い情報があって、ホンダセンシングについている単眼カメラ、ボッシュからモービルアイに変更になったという情報を見かけました。ここに広い水平画角のフロントワイドビューカメラと前後ソナーによってさらに進化しましたという記載がありますよね。モービルアイの単眼カメラ、画角がかなり広いのがね特徴みたいなので、やはりねカメラ変更になっているみたいですね。今までのホンダセンシングのボッシュ製は日本ではねほぼ使われていないんですが、
モービルアイに関しては日産とかマツダのね、自動ブレーキのカメラがモービルアイですから、日産マツダと同じカメラを使うことになりそうです。モービルアイのカメラってね、アイサイトが出た後に採用が増えて、当初はね、アイサイトをしのぐ性能でした。ただね、最近は夜間の性能で少しね、アイサイトとか他のメーカーの、このボッシュ製とかに比べて少しね、遅れている感じがあったので、このあたりね、ボッシュ製の方が優れているような気がするんですが、新しく新型になって性能良くなってるんですかね。ちなみにホンダは NBOX くらいからだと思うので、2年くらい前ですかね、単眼カメラを日本電産からボッシュに変更したばかりです。でね、また2年くらいでモービルアイに変更ということですから、性能面か価格面でモービルアイがよほど魅力的だったんじゃないかなと、そんな気がしますね。ちなみに日産の手放し運転できるプロパイロット、あの機能をね、実現するための三眼カメラ、画像処理チップもモービルアイ製ですし、しかもね、スバルのアイサイトもついに自社開発を中止して、モービルアイのカメラを含めたね、他社製の三眼カメラになって、画像処理ソフトも自社製からモービルアイになるという噂ですから、日本ではね、トヨタのセーフティーセンスを作っているデンソーか、モービルアイの2強になりそうな感じがしますね。そしてね、コネクティッドシステムも新世代になっているということです。ホンダコネクトという新世代のコネクテッドシステムが使われているみたいですね。このホンダコネクテッドというのは、今まであったホンダトータルケアが進化したものになるみたいですね。僕もお世話になったホンダトータルケア、これがね、より進化した形がこのホンダコネクテッドということになりそうです。事故とか起こした時にね、車自体が緊急サポートセンターに通信して、車両情報とか位置情報をね、オペレーターを通じて送ってくれるみたいで、警察とか消防、保険会社に一括して連絡することができるみたいですね。でね、ホンダリモート操作っていうので、スマートフォンで離れた場所からエアコン操作ができたり、ドアロックの閉め忘れお知らせ機能とか、ロック操作ができる機能なんかもついてくるみたいです。車の位置情報なんかもね、確認できるみたいなので、広い駐車場でね、どこに停めたか分かんなくなるみたいな時も便利かもしれません。ちなみにホンダコネクト搭載車オーナー限定の有料サービスということなので、お金はね、かかってしまうでしょうね。確かトヨタにも似たようなシステムありますよね。ほんとね、これは羨ましいですね。スマホで何でもできたら楽じゃないですか。北海道の場合は車内を温めるのにエンジンスターターをね、買わなきゃダメなわけですよ。で、エンジンスターターを5、6万出して買ってね、鍵1個増えてじゃらじゃら持ち歩くわけですけど、正直ね、スマホでできたらどんだけ楽かといつも思います。なんせね、夏はほとんど使わないわけですからね。フィットのこのシステムが暖房までコントロールできるのかどうか分かりませんが、僕は全てをスマホでコントロールできるようになればいいなと思っています。もちろんこれはね、いろんな意見があると思うので、あくまで僕の意見ということですね。あとね、セキュリティアラームが作動した時なんかに自分のスマホに連絡が来たりするので、例えばね、ショッピングセンターなんかでなんかね、トラブルがあったりして車のね、セキュリティが作動した場合、スマホにね、お知らせしてくれるわけですから、すごく便利だと思います。僕はね、新しいもの好きなんで、このホンダコネクトが使いたくてホンダ車を買うと、そういうこともあるかもしれませんね。いや、ほんとこれは羨ましいです。そして最後、グレードなんですが、これもね、ちょっと面白い分け方になっていて、シンプルなこのね、ベースグレードのベーシック、そしてリラックスできるこだわり空間のホーム、撥水加工のシートだとか、ポップな印象のネス、少し最低地上高が高いという SUV チックなクロスターですかね。フリードにも確か出ましたよね。最後が本革を使った高級感のあるリュクスということで、グレードの分け方も名前も特徴的でね、今までにあんまりないパターンですよね。車にそんなに興味のない人でも分かりやすい分け方と名前だと思います。今までの車はね、装備ごとにグレード分けるのが普通だったと思います。プロアクティブとか L パッケージとかね、 NBOX も G、EX とかね、車にあまり詳しくない人が聞くと何が何だかわからないようなグレードの分け方になっていたと思いますが、今回は装備ごとに分けるんじゃなくて、車の使い方だとか雰囲気によってグレードを分けたという感じになっています。ホンダはね、こうやって難しいシステムも一般人にもね、分かりやすいようにアピールするのがうまいですからね。僕がね、やっぱり気になるのはクロスターですね。最低地上高を少し上げたクロスター、これが気になります。
コンパクト SUV ベゼルとかね、 CHR とか CX3 とかそのあたりのお客さん一部奪いそうですよね。そしてここを見ると書いてありますが、ベーシックでも電子制御のパーキングブレーキとオートブレーキホールドはついてきます。低いグレードは後ろドラムブレーキだったみたいなんですが、ドラムブレーキの電動パーキングブレーキ N ワゴンに使われているものと同じもので、 N ワゴンね、このパーキングブレーキが原因で発売遅れたり生産止まったりしましたよね。あのパーツがフィットにも使われる予定だったみたいなんですが、ダメだったんでしょうね。ドラムブレーキのグレードでも価格はそのままにディスクブレーキに変更されたみたいです。なのでね、別の会社のディスクブレーキタイプの電動パーキングブレーキなので N ワゴンと同じ、まあ、パーキングブレーキ関係のトラブルはないんじゃないかと思います。まあ、なのでね、このフィット4に関しては後ろのタイヤも全部ディスクブレーキということになりますよね。というわけで新型フィット4ですね、どんな車になるのか現状分かっている情報などをチェックしてみました。僕ね、個人的にはかなり期待できる車になりそうだなと思っています。現行のフィットもなかなか広くて燃費が良くて、しかも価格が安いというね、なかなか魅力的な車でしたが、ちょっとね、多分 IMMD の小型版のハイブリッドを積むことで価格は上がると思うんですが、その分ね、商品的に魅力のあるものになっているので、かなり期待できるんじゃないかなと思います。早くね、これは試乗してみたいですね。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。